タラを使ってグラタンを作っていきます。フライパンを中火で熱してオイルを敷いていきます。はい、タラを焼いていきます。皮目から入れてしっかり火を入れてください。でタラは身を返さずにこのまま蓋をして火を入れます。はい、グラタン用の器にニンニクの断面こすりつけて香りをつけていきます。ニンニク好きな方は刻んで本当ソースの中に直接入れちゃっても大丈夫です。はい、でソースを作っていきます。鍋にポテトクリームスープ、濃縮の市販品で大丈夫です。お水を入れていきます。白ワインです。ケーパー刻んだものです。ローリエ入れます。これは好みなんですけど2つまみぐらいで大丈夫だと思います。でこれを火にかけていきます。優しく混ぜていきます。ソースと水分が馴染むようにゆっくり混ぜていきます。焼いたタラの皮と骨を外してほぐしていきます。この時に骨が残ってないか確認しながらほぐしていきます。身は大きいままで大丈夫です。あまり小さくしなくていいと思います。で鍋に残ったソースも後で使うので残しておいてください。グラタンのベースとなるソースの中にタラ入れていきます。パスタも入れていきます。一度沸かします。残しておいたソースも入れていきます。グラタン皿に流していきます。はい、じゃあグラタンにチーズかけていきます。シュレッドチーズ、粉チーズを上からかけてあげます。これで焼き目がきれいに出ます。はい、じゃあオーブンで焼いていきます。200度に予熱しておいてください。はい、焼き上がりました。仕上げにオイルと胡椒をかけていきます。